こんんにちは吉田さんニコラ・テスラのその言葉っていうのはおそらく今どんなに辛い状況にあってもどんなに苦しいことがあっても逆にどんなに楽しくって恵まれてる状況であってもまあ時が過ぎれば単なる思い出に過ぎないとそしてその思い出ってのは思い出そうとしなければね思い出せないぐらい過去という箱の中にしまっておかれるってことなんじゃないかなと思うんですよこれをね日本でも喉元過ぎれば暑さを忘れるってありますけども どんなに苦しいな、どんなに嬉しいなと思ったことでも、例えばね、iPhone が世の中にできた時って、むちゃくちゃ感動して、何これすげえなと思ったはずなんですけども、YouTube とかね。今では当たり前に使っていて、その感動薄れてると思うんですよ。初めてお金を稼いだ時の喜びっていうのはあると思いますし、100万円お金を貸して帰ってこなかった時の、あの緊張感とかねうん、やっぱいろんな思いっていうのは、その時は相当な思いで、 自分の体を駆け巡ったと思いますけどもその思いって多分今忘れてると思うんですよね思い出そうとしてもそこまで深刻じゃなくてまあそんなこともあったよねのエピソードの一つになってると思うんですよ多分そういうことじゃないかなと思いますよねで今回紹介するのはリボルバー・オセロットという方なんですよあまり知られてない方ですけどもこの方がね、うん、全てをゼロにしてそこから生まれ変わるって言ってるんですけども桐島俊さんって方も似たようなこと言っていて えー、人が生まれ変わるために必要なものそれは絶望だって言ってるんですよ絶望っていうと何もかも終わったみたいな感じがしますけども自分の求めてるものの一部が望みが立たれたわけであって絶望するからこそこっちに行ってももう道はないなじゃあ別のものを求めていこうかな別の希望はないかなっていうふうに求めていくだから希望になっていくのかなと思うんですよだから絶望っていうのは実はね別の道を探すための新しい出発になると思うんですよそれこそね 人生に絶望とか言って生きるのをやめたくなるっていうそんな大きなあことってのはなかなか起きないと思うんですけども求めていた夢がなくなったぐらいで生命に関しては全く影響がないわけですよで野球が大好きな人がね甲子園目指して練習してる時に肩を痛めたりとか怪我をして甲子園を見送ったって言ったらね甲子園の夢は絶たれるでしょうけども人生は甲子園ではないわけですよね。 そそれこそ甲子園にどれだけ連続出場してもそこで人生が決まるわけじゃなくてその後も選択肢って無数にやられてくるわけなんですよ。もっと言ったらプロ野球の選手になったからといってじゃあ全員ね甲子園に出たことがある人ばっかりでそこがスターダウンって言ってね当たり前のように1,000回素振りしてる人がいるわけですよ。そうなったら今度はね甲子園にも出れないような人の戦いでは勝ち抜いていって甲子園に行っただろうけどもプロの世界に行ったらあみんな甲子園に行ったことがある珍しくないんですよ。 優劣がすごくつきにくいところでこれね希望を持ったからこそ絶望するみたいなことも起きてくるんですよねだからこそ野球以外にも人生は続くんだってことをやっぱりアスリートの方とかは覚悟しているんでしょうし自分がプロとして例えばプロボクサーね30になる前に引退ですよ寿命が早すぎるんですよだからボクサーの後の人生も考えておかないと人生の基礎を積むべき 10代とか20代の時にボクシング1本でやっちゃうと他のことが全くね見えなくって30代にして本当に社会人素人で放り出されたことになっちゃうわけですよね。まあ、ですのでアスリートの方っていうのはその他のこともちゃんと積み上げていくとかそれが別の世界でも使えるようにね基礎的なトレーニングをやっぱりこう人に指導する立場トレーナーになっていくとか。 えー、自分がやってきたことを今だったら YouTube とかネットお知らせするみたいな感じでこちらの道はどっかで終わるんだってことを覚悟して終わった後どうすればいいのかなっていうふうな絶望と希望を繰り返していくことによって人生は出来上がってるのかなと思います、うん、だから絶望をを感じずに人生を過ごしてていいる方ってあんんまりいないと思うんですよそれこそね小学生の時に好きな女の子に振られたこれだけでも恋愛に対しては絶望するけども結局今ね3040になって女房子供持ちでしょ <laughs> これは武田鉄矢さんのねあの「思えば遠くに来たもんだ」っていう歌の中の歌詞であるんですけども二十歳の頃に女に振られてもう恋なんてするもんかと思ってね死のうと思ったんだけども気が付いてみたらその女のことを忘れて今はね女房が子供がいるなみたいな思えば遠くに来たもんだなっていうふうな思い出の1ページになるってことだというふうに歌っておりますね。じゃゃあいっってらっしゃい